思考士に解決してもらえば。そうだ、忘れるところだった。よく来てくれたな、兄ちゃん。軽減将軍の客人が俺たちの要請を受けてくれるとは本当にありがたい。前に長楽天広場で龍女様を助けてくれたこと、手配が行き届かなかった地甲子の仲間を代表して礼を言わせてくれ。ありがとう。知っての通り、性格の災いが訪れて以来、魔音の実の凶病が蔓延している。魔音の実は先週人が起意してきた宿命で、獣王種の監視があれば本来こんなに頻繁に現れるものではないんだ。だが今は多くの人が、特に運気群のようにストレスや危険にさらされている人たちが魔音の実に落ち始めている。それに彼らは外見まで恐ろしい化け物に変化した。こんなの俺の知っている魔音の実じゃない。ああ、どんなに強い風でも最初は浮き草が揺れる程度のそよ風だって言うだろう。
俺は地甲子の子役人に過ぎないが、第一線で仕事を続けてきたおかげで、いつも真っ先に危険を察知できるようになった。お前は強いから、将軍様の依頼を受けて性格を追う中で、きっと魔音の実とも戦ったことがあるだろう。どんなに小さな手がかりでもいい、見つけたら地甲子に知らせてくれ。そうすれば俺や同僚たちがすぐに対応できるし、もし手伝えることがあれば素早く力を貸せるからな。ああそうだ、ここに来るまでに何か見つけたものはあるか？俺が見つけた手紙なんだが、正直に言って俺ではこの問題にどう対処すればいいのかわからない。これは地甲子の管轄を超えている。だから将軍様がいる新作府に連絡したんだ。この人は、いや、この方は聖族さん、慶元将軍の作師長だ。この手紙については彼女が説明した方がいいと思って来てもらった。ああ、あなたが魔音の実から入手した手紙は読ませてもらったよ。雲気軍が性格の所在を調査する間、私も将軍様の命を受けて魔音の実に関することを調べてるの。あなたのおかげでようやく手がかりがつかめた。外の人から見ればこれは長らく病気だった人が回復したことを報告する手紙に過ぎない。でも書いてあることは不赦重悪の禁律を犯していて大逆無道だと言える。そう、同盟が成立してからというもの、治癒の名を借りた長命や変異改造を避けるため、先週のあらゆる治療行為には厳格な基準と境界が設けられてるの。手紙に書かれている実験について調べるために公文書を漁ってみたけど、関連する記録はなかった。探偵師の動転が封鎖されたことを考えると、人には教えられない秘密があるんじゃないかな。この手紙を書いた人はおそらくあなたが倒した魔音の実だろうね。彼は誰かに惑わされ、病を治療するという名目で毒を盛られ、あなたが見た姿になったんだと思う。こういう振る舞いは泉州で数千年前に壊滅した組織薬王秘伝を思い出させる。近畿である丹方を掘り起こし、いわゆる先導の秘密を復興させることを志としている北条の信者、とっくに滅びたはずの組織が今さら復活して混乱を招くなんて思わなかった。取り返しのつかないことになる前にこの組織の現状を徹底的に調べないと。もし他にも薬王秘伝に関係がありそうな手がかりを見つけたら、新作府に来て私に渡してほしいんだ。新作府は今一次資料を必要としているの。よかった、絶対に損はさせないから安心して。新作府は貢献してくれた人をないがしろにしたりしないから。最近の報告によれば、彼らは目下の混乱に乗じて長楽天一帯で種族の民を惑わしているらしいの。そこから始めてみるのはどうかな。実は数ヶ月前に調査人員を偵察に向かわせて、少しなら情報が得られたんだけど、向こうも疑り深いみたいで、偵察に行った人と連絡が取れなくなったの。もしかしたら偵察していることがバレたのかもしれない。あなたはラフで顔を知られてないし、種族の民でもある。あなたに任せることができたら私も安心なの。こ
困りごとなら地公子に解決してもらえばいいじゃない。レンジフードの掃除から精査の修理まで。そこの違法の客人、お待ちください。あなたは調整を望みますか？そうでしょうとも。永遠に生きられる機会を拒む人なんているわけがありません。しかし先週は短命死の幸せなんてちっとも考えていない。彼らは調整という輝かしい道に向かうことを堅くなに禁じているのです。私の名前は緑不要。長楽天に来たのはあなたのような縁のある人に出会い、共に調整の先導を歩むためです。どうでしょう、私と一緒にもっと話し合いに適した場所に行きませんか？では早速出発しましょう。ここは人が多い、あまり長居すべきではありません。来ました、ここです。安心してください、薬王は慈悲深い、あなたを傷つけたりはしません。改めて自己紹介させてください。私は薬王秘伝の寺社。長楽天では身分を明かすことができませんでしたが、今なら堂々と口にできます。薬王秘伝は薬王様を信仰する組織で、寺社は教徒たちの呼び名です。調整を手に入れるには寺社になる必要があります。そして寺社になるには簡単な試験を受けなければなりません。お許しください。薬王秘伝は徐々に大きくなり、あの要求の信者の注意を引いてしまっているので、細心の注意を払って行動しなければ後が恐ろしいのです。この運気軍のことは気にしないでください。彼もあなたと同じように試験を受けているだけですから。あの要求に惑わされた者だけが薬王様を憎むのです。悲しいことにそういった人はあまりにも多いですが、北条の名を耳にしたことがあろうとなかろうと、どの種族も薬王様の恩恵と治癒を渇望しています。古族は300年しかない寿命の治癒を、寿命族は輪廻と一族が途絶えることに対する治癒を、そして先秋人は魔王の身による苦しみの治癒を渇望している。私たちとしてはあれは苦しみではなく進化の恩恵に近いものだと思っていますが、あなたの質問に戻りますが、薬王様は短命種の老衰や病の苦しみ、そして死を治癒することができます。薬王様が先秋人を治癒したようにね。求めれば必ず与えられる。薬王様は寛大な心をお持ちで、誰かの祈りを簡単に拒むことはない。ですから薬王秘伝の試験もそこまで難しいものではありません。この千樹寺飛薬王救世品を500回書き写し、仲間たちにあなたの誠意を示せば晴れて寺社になることができます。これは私たち薬王秘伝の根本にある大教ですので、敬虔な心を持って書き写してください。できれば暗記してくださいね。もちろんこれは初めの一歩に過ぎません。
自社になった後も多くの試験を受けてもらう必要があります。多いですか？以前は5万回だったので私も5万回書き写しましたが、今の資料が人々の苦しみを哀れに思い500回に改正したのです。もう書写はいいから早くこっちに来い。やっと来たか。お前のことは知ってるぞ、軽減将軍の客人。お前偵察に来たんだろ？俺も同じだ。俺は長楽天を担当している運気軍だ。あの緑不要がこそこそと反逆の思想を広めているのを見てここに潜入しようと思ったんだが、まさか来るなり疑われるとは思わなかった。本当に薬王秘伝に加わりたいんだと信じてもらうためにかなり努力したんだ。こういう組織が勢力を伸ばそうとしているときは大抵の場合法を司る組織に影響を与えられる船員を欲しがっているものなんだ。だから俺も甲冑を着てきた。これこそ需要を完全に見抜くということだな。し、声を小さくしろ。こいつらは手強い。もし俺たちが偵察に来たことがバレたらまずいことになる。貸せ、手伝ってやる。運気軍に入る前は新作府で150年ほど事務の仕事をしていたから書写なんて朝飯前だ。先に決めておこう。俺は書写を手伝い、お前は俺の援護をするんだ。俺は新作府に行ってこの情報を伝えなければならない。心を落ち着かせてゆっくりと書き写してください。時間をかけて千住寺飛躍王救世品の史上の美と善を体得するのです。もう写し終わったのですか、こんなに早く。見せてください。本当に終わっていますね。早いだけでなく完璧とは。どうやらあなたにはかなりの宣言があるようだ。そう焦らないでください。入門の試験は2段階に分かれていて、あなたとそちらの運気軍は最初の段階を完了しました。あとは最後の段階が残っています。よし、じゃあ次の段階は明日からでいいよな。俺は勤務中にこっそり抜け出してきてるんだ。そろそろ戻らないと怪しまれてしまう。ご心配なく、2段階目は簡単ですからすぐに終わりますよ。私たち薬王秘伝の原則は疑わしき者は使わず仲間は疑わずですから、お二人には決闘をしてもらい生き残った方を正式に自社と認めましょう。書写で敬虔な心を確かめることはできても、組織に忠誠を誓えるかどうかを判断するにはもっと強力な保証が必要ですから。この規則は私が決めたわけではないので仕方のないことだと思ってください。
待て、やめてくれ。俺たちがここに来たのは長生のためであって死ぬためじゃない。急に戦いと言われても俺には無理だ。決闘は強制ではありませんので戦わなくても結構ですが、そうなるとここから出すわけにはいきませんね。わかった、戦う。その代わり少しだけ心の準備をさせてくれ。それくらい許されるだろ。こんなこと今までしたことがないんだ。私は構いませんが、そういうことはあなたと戦う相手に聞いた方がいいのでは。では準備してください。時間は貴重ですから急いでくださいね。